ちそうさまでした。マリオテニス、さあやっていきましょうか。マリオテニス64。あ、奥様、本日はですね、スペシャルゲスト、ブルーホースの嫁さんがですね、私の前だから奥様開始20秒もてあそばれてますということでね、はい、特別参加奥様ということでね、夫婦仲良くマリオテニスができないできないんですね、はい、もう、ちなみにですね、私シラフなんですけれども、奥様今日なんか飲んでるんですよ、珍しくで、飲めないのにビールバカッと飲んでるから遊べないんですよね。遊ばせてほしいな、遊ばせてほしいけど遊べないな。めちゃくちゃニコニコしてる、もう可愛い、好きたまらんということでね、普通はまあ一人でそのシングルプレイとかでやっていくっていう、なんて言ったらいいんだろう、トーナメントとかやったりするけど、二人の場合は多分ね、ダブルスで普通に1試合するみたいな、そんな感じになるのかなっていうことなので、まあ奥様これ初めてになるので、ですね、まあ、なんかいろいろとキャラがあって、こう、オールラウンドって言って、こう、スピードとか、速さとか、なんか、球を曲げる力みたいなのがいろいろあったりとかするんですよ。で、テクニックとか、あと、パワータイプとかですね、ワリオ、今、やってくれてるけど、ここら辺が力が強いけど、その間移動速度が遅い。で、ヨッシーとかだと、スピードは速いけど、その間球が遅い。で、オールラウンドとテクニックの違い、私よくわかっております。で、あともう一つ、この、パタパタとテレスタのこのトリッキーっていうのが、なんかパワーもないけど、パワーもないし、スピードタイプほどスピードは出ないけど、なんか球をめっちゃ曲げれる。打つ瞬間にこう、どっちに打ちたいかと、こう、スティックを動かしたりするんですけど、まあ、そんな感じで、はい、であるということでございます。で、ちなみに、L ボタンを押しながら A を押すと、キャラを左利きにすることができる。という感じでございますね。はい。僕はもうずーっとこいつしかやってこなかったんで、はい、L を押してるのにずっと右利きなんですけど、テレサでやっていこうと思って、まあ好きなキャラやってみて、いろいろキャラ試しとカットします。で、エキシビション普通の試合なんで、まあ普通の試合やりましょう。で、勝負する、勝負するんでしょ、いや、まあなんかかわいそうだから、一旦ダブルスでやりましょう。で、まあ基本はなんだろう、6ゲーム1セット、ここら辺のセットとか、あれはほとんど分かんないですか。まあまあやってりゃなんとなく分かります。はい、これで大丈夫ですかね。で、相手さんは誰と誰がいい、あ、まあ僕がすみません選ぶんですけど、やっぱ誘拐する君、はいはいはい、どれがいいですか。まあまあまあ初見プレイですからね、奥様はね。はい、じゃあ、クッパの相方にふさわしいのは、やっぱり、裏切った記憶とか。いいらしい。じゃあ、こいつはちょっと強めにしておく。はい。下僕の方が強いというですね。ちなみにこれが、まあ、一般的なハードコートと呼ばれるもので、グラスコートっていうのがあれですね。ウィンブルドン。芝生。で、グレイコートが、アメリカかオーストラリアの、なんか四大テニス大会のどこかの、土のコートですね。まあまあ、じゃあ、ちょっとね、さっさと始めろよって。始めるまでに3分半かかってる。ということで、奥様、よろしくお願いします。やっとテニスができる。プレスです。で、ちなみに、サーブは A で、トスアップみたいになってたら、俺よくわかんない。テニスも俺知らないからさ。で、A ボタンでめっちゃ寄ってくるやん。で、A ボタンで打つか、B ボタンで打つかっていう感じですね。まあまあまあ、やっていきましょう。久々すぎて下手くそだったわ。こんな感じでございます。はい。ちなみに頂点でバコって打つとスピードがちょっと上がります。これやばいな。サーブだけで終わりそうだな。まあまあまあ、じゃあいいや。いい。うい。まあ細かいことは痛い。細かいことはちょっとずつ。あ、そう。で、ちなみにワンプッシュだじゃなくて、こう連続で打つと下手くそでした。すいません。連続で打つと、なんかさっき、赤いオーラとか、青いオーラとか出てたじゃないですか。こう打つときに、こう、連続で打ったりとかする、連続でボタンポポンって押したりとかすると、なんかこんな色になったりとかする。嫌がらせをしている。ピンポイント。ちなみにですね、今、音がですね、お互いに聞こえていない状態なので、ゲーム、テレスタースピーチっていう声が、なんかすごく虚しく聞こえてる感じがするよね。
しょ、ほい、姫様の顔面に当てる。めっちゃニヤニヤしてる。頑張れ、ほい、お、上手、ほい、やばい。ちなみに、こう星マークが出てるところは星の下まで走っていって、AB を同時に押すと、あの紫色のスマッシュが経験者下手くそ。待っていい、はい、あの そういうこともある、そういうこともある、はい、多分ね、奥様がこうやってゲーム、ありがとう、助けてくれて、ゲーム実況でこう一緒に出てくるのって多分ね、何年ぶり、多分今声ちょっと漏れたかもしれない。まあいい勝負ですね。はい。拾いやがった。アドラージュピーチ。あ、いい試合してるよ、いい試合してるよ。うん、いい感じ、いい感じ。ワンショット以来やから、4年ぶり？うん。で、ロムとか、なんだっけ。あ、もう一個忘れた。まあまあ、細かいことは、いろいろ覚えていきましょう。あの、打つ瞬間に A、B とかって押すと、なんか、ふわっていう球で、B、A って押すと、なんか、あの、ネット際に。例えば、今のが B、A。続いて、ピンポイント。続けない。やばいやばい。サーブの前に移動できることを覚えた。あ、無理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 、うまい、安い、早い、まあ、じらす。こんな感じで AB を押すとワップした球が打てます。あ、ちゃー、うまいな。やっぱりね、あのやっぱね、慣れないコントローラーでゲームをするとなかなかうまくいかないもんですから。あー、お願いします、お願いします。やばい、デュースってご存知？そうだね、あの元バレーボールプレイヤーだからさすがにデュースはご存知ですよね。オーナイススマッシュじゃなくて、なんだっけ、サービスエース。あー、ピーフィアシャーネムラーゲームでレスタピーチ、えい、ピー、あー、あの、お、いいね、あー、よし、うまい。日本語になってない。はい、まあね、奥さんとね、久々だよね、2人でゲームをするっていうね。多分それこそこんな風に夜中にしっぽりゲームを一緒にするのは、ワンピース無双スリーゼン以前じゃねえ、以来に。あのね、奥様極力出演を拒んでらっしゃるので、今も声を抑えながら笑ってました。いつもだったら多分爆笑してるはず。だから、あの、今すげえ虚しい空間なんですよ。ピーで、あの、6ゲーム1セットマッチっていうのを今、やってるんですけど、要は4ポイント選手で今みたいに3、1って、この3とか1とかになってるのがこれゲームっていうことですね。で、それを6個取ったら1セットってなって、お尻、で、なんだっけ、話の途中でさ、じりじり寄ってくるから何喋ってるか分かんなくなっちゃったんですよ。まあ、要はその、ゲームを6個取ったら1セットになって、その1セットを取った方が勝ちっていう感じですね。はい。ということでございますと。うい。いちが、病人走り回って、あれ、なんか、こんなに重かった。頭上を越えて、うまい。お、いいね。よしよしよし、あ、ちょちょちょ、やばい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 。お、いいね。今みたいな球を AB 同時に押せると、AB 同時にボタンをこう連続でこう押すと、こんな、まあ、紫色をまとう、わがまわがしいオーラが出す。首をひねるな。難しいとおっしゃってます。はい。
なぜあの尊敬語を使うかっていうと、あのもう家庭の力関係ですね。あの今あの手が出される距離におりますので、あのいつやられるかわからない。あ、撃ってくれるかと思ったら、これまさかのフェイントで顔面命中、はい、やられた。あちゃ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 、むずいんだな。ちなみにこの後継作品があの ゲームキューブで出てるんですけど、ゲームキューブはあのスペシャル技が使えるようになったんですけど、個人的にはあただのテクニックで戦う64が31歳を超えたおっさんが一人でベラベラ喋ってやる動画なんですけどね。そのちょっと苦戦してみない？めっちゃ首振ってるわ。めっちゃいい。めっちゃ首振って、やばい。やべ。クッパのサービスの時だけなんか取られてるの。頼みます。はい。ケイ、ジュース。お水が美味しい。あざす、あざす、よいしょ、うまい色む。お、上手でしょ、よかった、褒めてもらえた。もうこれだけであの今日は夢の世界に行ける。戻っちゃった。え、じゃあ、なんか今あれだな、カメラ動かせた。よいしょ、届かない。悔しがってる。ってかクッパのさ、あのラケットの規定違反じゃないですか。おお、ありがとう。あー、そっちか。こんなあの四隅にトゲトゲが4つもついてるなんてさ、規定違反だと思われ。あー、やばい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 、クッパのガッツポーズめっちゃ腹立つ。よし、オッケー。あ、うまい。ギターです。イエーイ。まあ、拳と拳合わせましたよ。みんなに見えたかな。見えへんちゅうねん。いい。おお、来ました、来た。嫁さん覚醒。よし、いい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、すいませんすいませんやばい、めっちゃ睨まれてる。怖い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 。よし、やばいやばい。ここであのお面返上しないと、あのよ、お面を返上しないと、もうあの明日の晩御飯がなくなるかもしれない。あ、頼みます。リターンエース、リターンエース。はい。あ、なんかわからないけど深く深く謝られています。はい。あ、わいわ。じゃあダブルポチ。あ、やばいやばい。ダブルポチ出た瞬間、ヒー。ちなみに私のテニス知識に関しては、せいぜいテニスの王子様くらいですね。なんかテニスの王子様、あの新テニスの王子様になってからさ、なんかあのコートの全体にあのこうなんかはびこる巨大なやつ、あれ何人、ドイツ人だったっけとかさ、なんかさ、あの黒竜まとってのなんか黒いオーラまとってとかさ、あのなんかね、真田健一郎がさ、黒色のオーラまとったりとかさ、もうあのわけわからん世界になってるんだけど、だんだんなっちゃって、あのしょぼい。すごいけど、テニスなんかスマッシュっぽかったから、それでいいや。さあ、行こう。へい。あ、そっち、よろしく。あざす。よいしょ。あれ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 。あ、ごめん。今気づいた。あと1ゲーム取ったら、あれじゃん。1じゃん。韓国の辛いやつは、1じゃん。ナイス！まだ俺も出したことないのに。ジュリー！あのナイス、今でこれ140キロって出てる。普段のあのサービス、サービスがあの100キロ前後なんだけど、だってナイスが出ると、あんな速い球が出せるの。だから、あれがパワーとかになってくると、もう180キロとかね、こんな感じになってくる。10分けですよ。クッパルガミゲッチ。パンチポイント。ふん、うーてぃ。お前なんか、何にも面白くない決まり方しちゃった。はい。ということで、サービスエースが、私、ブルーホース4つで、奥様が、あっ、一段エース唯一一人やってます。
すげえ誇らしげな顔してる。大丈夫、あの、あんま普段飲まないお酒飲んでるせいか顔が白くなってる。まあそんな感じで、はい。ということでね、今回は奥様とほのぼのとしたゲームプレイをですね、やらせていただいたということで、今回だからはい、あの、まあ、お後がよろしいようで、今回は楽しくプレイさせていただいたということで、まあ、こんな単発実況もね、たまには撮ってね、あの、いろいろと遊ぶのもいいかなと思いましたので、はい、ぜひね、夫婦仲いいねっていう方はですね、あの、チャンネル登録とか、グッドボタンを押していただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。あと、M? マリオテニス。バイバイ。